一人少ない上にハマる場所にボールを送ってっていうか、ハ、ま、マ、あ、る場所にボールを送ったところからの、まあ、プレースだからね、まあ、あのプレースをね、めちゃくちゃプラスな言い方すると、かなり日本代表になんか優しい言い方すると、プレースをね、しっかり前から行ったから奪えてレッド出したみたいあるけど、いや、相当無理あるけどな、レベル差がすごかったからっていう話になるからな。これマジで、 親善試合だし、一回そういう、一回なしにしないですか、ありだと思うんだけどね。もうこの試合は、もう2 0で一った終わってっていう。<laughs> 80分の試合やりませんかが。この試合2 0でいった公式記録は日本の勝ちでいいっすよねっていう。と、お互いマイナスじゃないですかみたいな。一回話し合い入れていいけどな。絶対なんないけど。か <laughs>、誰か気遣使える人一人抜けるかね。あ、俺終電で帰るわ、みたいな。<laughs> 一回一人抜いて、うん。谷口とかベテランだからさ、この本大会のあたりで入ってくればいいっちゃいいじゃん。日本も一人抜いて、みたいな。